きましょう、締め切りましょう。続きまして、ね、アーティアバリストのメンズ T シャツ、税込み5,658円から6,480円でございます。後ろの2人。ハリウッドのハリウッドのカルチャーをベースにしたウィットに富んだアイテムをプロデュース。あ、大丈夫ですか。レディースではマイリー・サイラス、リンジー・ローハン、パリス・ヒルトンなどが愛用しております。レディースではデビッド・ベッカム、ジャスティン・ティンバーレイク、これを他よりもアビスのビーズの稲葉さんなども愛用しております。着心地のいい生地のブランドロゴやメッセージが大体プレイントされたデザインがおすすめな一着です。メンズ、レディースともにカラーバリエーション、サイズも豊富に取り揃えております。ロサンゼルスのガーディーハリウッドから直接仕入れている商品でございます。はい、どうですね。はい、今、町野さんが持ってる方がレディースですね。レディース。あっちが、あ、違う、こっちがメンズです。ごめんなさい。こっちがメンズですね。こっちがレディースですね。はい。なんかサインみたいな。かわいい。タグのとこサインみたいな。そう、サインになってるんですよ。それ後ろから見えないんですよ、そして。え、これ本当だ。そうなんです。女性はちょっとハートなんですけど、男性はダーティハリウッドって書いてあるんですね。まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、うちで推してるブランドのうちの3つのうちの1つですね。ダーティハリウッド、ロビンズ・ジーン、441のうちの1つですね。はい。ダーティハリウッドに関してはですね、僕も、あのね、いろんな、それこそいろんな、その、撮影現場に最近行かせてもらってますけど、結構着てます、僕。ダーティハリウッドはね、うん、衣装としてね、着させていただいてますね。すごくかっこいいと思いますね。パリピカップス。これでもカップルで着たいかもですね。かわいい。お揃いで。なんかその、なんか、痛すぎないっていうかさ、カップルで着ても、おしゃれに決まると思う。これね、白黒のやつもあるし、黒ベースの白地もあるし、白ベースの金地もあるし、金地かっこいい、金地かっこいい。で、白ベースの、黒もあるし、黒ベースのシルバーもあったよね。たくさん。ね、本当にいっぱいあるんですけど、これね、文字のやつ出したんですけど、文字じゃない、その、デザインがちゃんと入ってるやつも売ってたりとかしますね。はい。全部ね、ここを見るとね、ダーティーだなーってわかるんですよね。かっこいい。はい、ね、はい。シンプルで合わせやすい。で、大丈夫ですか？俺、ボードの方見せてあげてもらっていいですか？俺ね、すごいね、名だたるセレブリティの人たちがね、ね、着てるものです。あのね、正直ね、だからそれこそさ、ほら、なんかいろんな番組とかで、ほら、なんかその、追いかけたりとかするじゃんか、そのセレブの人たちとか。そういう時に、パッと見た時にダーティ着てたりとかするんですよね。結構ご用達なんですけどね、本当にパリス・ヒルトンさんとかね、出たりとかするしね、本当にすごいね、すごい人たちが来てますね。まあ日本だったら、まあビーズの稲葉さんですよね、はい、とか来てたりとかするかなって感じですよね。本当に名だたる人が来てるって、そんなに、そしてこれ高くないんですよ。で、お値段の方は、お値段がですね、税込み5,658円から6,480円になります。はい、そうですね。じゃあセットで買っちゃいましょう。それはだからそのみんなに向けて買ってねって言ったら多分ね、色違いでほら。色違いで、買ってねって言って、買ってねって言ってね、言っていただけ、じゃあカメラに向けて言ってもらおうかな、買ってねって。なのけ、これ可愛いから買ってください。買った場合ね、言っていただければうちからね、ジェミさんの方にお送りしますので、ね。買ってくれたらみんなで。やったー。私メンズが欲しいです。ダボっときたいです。すごいな。ゴリッといったら、うん、まあダディアリとですね、本当にね、まあシンプルなんでね、普通に何でも合うとは思いますし、それこそ、ね、シンプルにかっこいいっていうコーディネートした方が、こういうダリとのダーティーとかの方はかっこいいかな。だからそれこそダーティーにロビンのスキニーとか履いてたりとかすると、それだけでちょっとかっこよかったりとかするね。それに、それこそ今被ってる帽子とかね、441の帽子とかね、そういうのを被ったりとかするとね、すごくかっこいいと思いますね。はい。チェックでいけそう。ね。ワンピースみたいに着れるね、はい。はい。ぜひもしよかったらね、こういうのね、あるといいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。もう本当にね、でも俺、いろんな撮影現場でダーティー着てるよ、多分。ね。本当に。そう。それこそ、見たらわかると思うけど、はい、ダブル、エクスタシーで俺これ着てるから。あ、本当ですか？うん、盾やってる時この服だし。ちょっと早く見なきゃいけない。早く見なきゃいけない。はい、一応ですね、僕VC 寝てます。濡れ場もやってますけど、その時に着てますね。うん、すごく、まあ、かっこいいと思います。シンプルイズベストですよね。本当に。何でも合うしね、っていう感じですかね。はい、そんな感じです。はい。
ということで、商品これで終わりかな。はい、これで終了でございます。はい、ということですね。はい、こん中でなんか気になったのあったりとかしましたか。帽子かっこいい。もう、おっぱ、パリピの喋り方だな。私、イケ帽子なんだけど、やばみ。完全にそうじゃん。パリピや。イエーイって言ってみて。ね、かっこいい系の服が好きなんで、いいなと思って。あ、そうですね。あの、うちね、結構ね、後で見せてあげるけどね、ロビンとかでもね、すごいかっこいいジーンズとかね、ファッションショーに出したやつがあったりとかするんでね、はい、もしよかったらね、あの、ご検討いただければと思います。他には、なんか気になりましたか。最初の帽子が、なんか、1個あると。キラキラの、ね、キラキラの。ああ、ね、そうね。あの、エドね。エドのキャップね。あの、あれね、一応、その、芸能人の人とかは結構深くかぶってたりとかするんだけど、普通に別に芸能人とかじゃなくて顔が売れてない人とかがファッションとしてかぶるんだったら、僕がおすすめなのはちょっと斜めにかぶるとかいいよっていう。そうそうそう。そういう感じでかぶると一番可愛く見えるかなっていう感じかな。はい。なんか気になったのありました？ T シャツ可愛いな。あー、ラティですね。なんか可愛いよね、あれね。見た部分までこだわりがあるとか。そうですね。ただでもですね、あのダーティー着るときに女の子は気をつけなきゃいけないとかって、絶対に中にあの白を着るときはキャミソールを着なきゃ全部透けるからね。めっちゃ生地が薄いんで。そう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 。だからあの全部で一丁になっちゃう。それで。そうそうそう。白 T シャツ着るの。うん、勝てねえわ俺。ナチュラルにするといい情報もある。まあでも夏とかね、それで下とかね、見せてもいいようなブラとか着てたりとかするとかっこいいかなっていうのはいい、ね、それで水鉄砲とかかけちゃう。おい、パリピ、おい、パリピ。はい、皆さんはなんか気になってありました。そうですよ、私も T シャツが可愛いなって。なるほどね。みんなでも女の子とか来るとね、ロエの財布とかいいといい多いんだけどね。持ってる時めっちゃ似合ってました。おしゃれな。そうね。すでに持ち物みたいな。なんかちょっとね、ロエンってちょっと落ち着いてるんで、あの大人の女の人が持ってたりとかするかな。ね。俺ね、あのネックレスのあの片方スカルの片方だけにあの宝石入ってるのかっこいいよね。うん、あやなんかあった。私でも帽子がすごい。帽子好きだよね。帽子ね、私すごい帽子好きなんですよ。ね、基本的にそしてあのアイナが来るとき基本帽子が出る。そう、帽子が。9割ぐらいに確率の帽子が入ってる。そうだね、本当に。うん。すごいね、本当にね。あ、ありがとうございます帽子。でも私こういう被り方しかしないんですよ。俺でもさ、あ、アイナには着せたことないのか、ファッションショーでキャップを渡したことないか。キャップもらってないです。キャップはないのか。そっかそっか。うん。まあいろんな人にキャップをかぶせてるかなっていう感じだな。うん、ね、もしよかったらね、あのお弁当いただければと思いますので、はい、よろしくお願いしまーす。はい、ずっと黙ってますけど大丈夫ですか。今日すごい、どうしろって。俺必要だったここに。今日俺必要。だからあのちょっと立ち位置としては、昔のね、あの分かる人は分かるでいいんですけど、あの昔のだからそのドンコニスさんとか、あのビーコさんとか、あのファッションチェックとかブランドの説明をしてくれる人で一応いつも入ってくれてるんですけど、全く喋らないからよ。そう、今だけになっちゃいましたね。はいね、もうキャバクラみたいですね。いやー、すごかったです。皆さんここに並んでた時にパッて見た、すごい、なんだろう、そう、見たことない無の。そうね、無の顔になりますね、それはね。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。小野さんでした。